こんにちは、速化塾の久保です今回の「気になる男」は190話直前スペシャルということでねスペシャルと言っても時間が長いわけではありませんけども YouTuber として暮らしていくためにはどんな意識を持って臨めばいいのかってことを話していきましょう、えー、どんなことでも自分が思ってることが全て行動に出ますそしてそれが人に伝わりますですんで生半可な気持ちだと生半可な行動になりますし生半可な人というふうに他者から移るんですよ それは YouTube の画面を通じても全く同じです。リアルでも全く同じです。自分っていうのは何も変わりませんから、これはね、顔出しをしてようと顔出しをしてまいと全く同じなんですよ。だからそのことをね、今回お話していきます。全く同じですよ。どんな場面でも自分しか出ませんからね。じゃあ少しずつお伝えしていきますね。まずね、YouTuber になった目的覚えてますなんで YouTuber になったと思いますなんで YouTuber を目指すんでしょうか一個だけですよね。稼ぐためでしょ。 それ何かかあるんですかね稼ぐための目的のために手段として有名になっていく動画を投稿していく毎日動画をアップしていくリサーチをしていくタイトルを考えるっていう小技があるんですよだから動画を上げるのが目的じゃないですからねこれは手段ですからね結果的に稼げなくちゃいけないんですよそしてその結果は毎日出てるんですよだからそのうち稼げばいいやとかねコツコツでいいやと思ってる人は稼げませんよ ななんせ私みたいい人間がライバルでいるんでるすよ稼げると思いますか <laughs> ということなんですよ。うん、じゃあ次をお話ししていきましょうか。稼ぐこと、これをぶらさないことが大事だよってことなんですけども、その前にね、なぜ稼ぎたいのかと。稼いだらどうなるのか。稼げなかったらどうなっちゃうのかってことをよく想像してみてください。時間はこうしている間にも過ぎていくんですよ。人生は残りわずかになってるんですよ。だから、 すぐ始めて、すぐに取り掛かって、すぐ稼がないと、稼げない日が、1日、1週間、1ヶ月、1年と過ぎていくだけなんですよ。そしてやってることに自己満足して、やってるんだけどなーになっちゃうんですよ。やることは目的じゃないです。手段です。稼げないといけないんですよ。だからね、稼げていれば、動画の更新なんてしなくてもいいんですよ。稼げないから、いっぱい出していくんですよ。ね。で、だんだん更新頻度を落としても稼げるんだったら、更新頻度を落としていけばいいんですよ。そこは、 お分かりだと思いいまますすさらに進めていきますじゃあ稼ぐ稼ぐっていってもね家族を支えようと思ったら少なくとも毎月50万前後は稼がないとダメですよ50万前後稼いでも税金の問題とかそれからいつまで YouTuber をやるのかによってだいぶ考え変わってきます75歳まで稼ぐんだったら月収50万でいいと思いますけどもとてもじゃないけども75歳まで やらないでしょまあせいぜい50代ぐらいにはもう YouTube とも手を切ってねあとはいわゆる悠々自適したいじゃないですかリタイアってやつねそうなったら楽しみのために YouTube やればいいんですよ稼げて十分ストックがあってねそして自分の YouTube が勝手に再生されて収入がポン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 放置でも落ちてくるようになったらねでも今は放置で落ちてこないでしょだから強い意識と高い意識を持つことが大事なんですよいくらまでに いつまでにいくら稼ぐのかを決めて、つまり納期と報酬です。ビジネスっていうのは当たり前にこの納期と報酬がありますからね。だから日々稼ぐってことになってくるんですよ。日々稼ぐを実現していますかってことですよね。まだ今月残りがあるからじゃないんですよ。今日稼げましたかってことなんですよ。だってね、コンビニのバイトをやってる店員ですら、今日8時間働いたら8時間分の時給はあるわけなんですよ。じゃあ私たちはどうですかね。 今日いろいろやってきて無報酬ですに甘んじるのかってことですよ。いやいや、今の蓄積がいくつかブレイクしてそこで大きな売り上,上げがるんだっていう考えの方もいると思いますけども、それはそれでいいでしょう。でも、今日の稼ぎを作りながら将来の爆発的な稼ぎも同時に作らなければ YouTuber はやっていけませんよ。続かない YouTuber がもしいるとしたらこの考えがないんですよ、うん。シビアに検証することが必要になってきます。 まだまだ話は進めていきますよ。私たちは、惰性でやってるわけでもなくって、暇つぶしの遊びでやってるわけでもなくって、稼ぐためにやってるんですよ。YouTube をね。私でもそうですよ。稼げないんだったら、それでもやってるかな、私はね。いや、私はもう行って、暮らしの,あの余裕があって、隠居ですから、やってるわけなんですけども、でも、YouTube をやる以上、必ずセールスを入れていきます。今のところ、セールスをしなくても注文が入ってるんでやらないですけども、 でも、それでもね、年に一回ぐらいは、きちんと思いを込めたセールスしますからね。年末年始に一回だけセールスをします。まあ、ですんで、もうちょっとしたら私もね、セールスをしようかと思いますけどね。即下塾のセールス、もしくは FX オリガルヒのセールスです。まあ、単価が高いんで、そんなにガンガン売り込むもんではありませんけども、そのために一年間信頼関係を作ってきたと言ってもいいと思います。今日も、実は即下塾の入金はあったんですよ。えっ、ー、と、二件ありましたね。でも、セールスはしてません。 で、日々のこのアウトプットがあ、おそらくね、問い合わせになり、その問い合わせから個別メールの対応で商品が売れるっていう流れができてるわけなんですよね。ですんで、私の動画の概要欄には、お問い合わせはこちらってメールアドレスが1個だけ書いてると思うんですよ。私は連絡経路はメールアドレス1個だけなんで、LINE に登録してくださいっていうこともないですしね、他のメディアに行ってくださいっていうのはないです。すごくシンプルです。YouTube とメールアドレス終わりです。<laughs> はい。それでね、 とりあえずやってみるとかとりあえず動画を投稿する習慣を身につけるっていうのは最初の段階としてはそれでいいんですよでも気が付いたらそれを3か月とか半年とか1年やってませんかいつまでそれやるんですか5年ですか10年ですかってことになるんですよだから動画を投稿することができるようになったら次のフェーズに移らなければ稼ぎにはたどり着かないんですよやることが目的じゃないですからね稼ぐのが目的でありやることっていうのはその手段でしかないんですよ 手段が目的化しないように気をつけなくてはいけませんよねえ。そしてですね、仕事として足場を整えて片手間でなくてそういうふうな形でやれる環境整備できてますかってことなんですよ。ここも大事ですよ、すごく。環境整備してますか私は深夜に撮ってます。深夜の1時とか2時に起きてシーんとした夜中に撮ってるんですよ。そうなると電話もかかってこない。訪問もない。家族もいない。だからシンプルに。 自分一人でこうやった動画を撮れるんですよね。それはなぜかっていうと視聴者さんに対してフェイストゥーフェイスしてるからなんですよ。家族が気になったりとか他のことが気になったりとかして片手間にならないようにしてるんですよ。そういうふうに暮らしをこの YouTuber としての再構築をしてるんですよね。これ私でもそうなんですよ。私ですらそのぐらいはしてるんですよ。まあ、ですんで暮らしの中で何かね家族とちょっとこういろいろとやりとりしながら その合間にポンポンポンやるみたいなことではとてもじゃないけども視聴者さんにその思いってのは伝わんないでしょうね片手までやってんだみたいに思われたらそんな人に誰がお金払うんだってことなんですよ誠心誠意自分に向いてるからこそ信頼関係が築けるわけなんですよそれでも売ることは難しいですよね、視聴者さんっていうのは自分のために YouTube の動画を見てるわけですからこの人はダメだなと思ったら次に行くだけですからね選択肢は山のようにあるわけですよその時に どのぐらい自分が視聴者さんに向き合っているか時には家族を置き去りにしてもやらなくてはいけないでしょう出勤してるわけですからね出勤しながら職場に奥さんや子供さん来ますかということなんですよね職場に電話するなって言ったろみたいなのは昭和の初期の頃のねあの出来事ですよで何かのついでレベルでは稼げないと気付いたでしょうかってことなんですよ、ね、今の暮らしを変えずに 稼げるほど甘い世界というふうに思いますかどうですか私のことで言えば YouTube で稼いでいない時と稼いでいる時と暮らしは全然違いますよだって YouTube で稼ぐってことは YouTube におはようございますって出勤するってことですからねあくまで YouTube に出勤するんですよこれはねキャッチコピーで言ってるわけじゃないんですよ本当に出勤してるんですよだから YouTube に出勤してカメラを回してる間他の関係はありませんそれ さっっき言ったように、だから深夜になっちゃうんですよ、ね、ネクタイまではしなくとも身なりをね整えて私の場合はこうやって和服があのいつものパターンですそしてバックも背景もそういったものに適したものにしてますよねでこれは今ある環境を活かしながらもきちんと出勤用のテンプレートにしてるってことなんですよ、ね、しかもこれねあのネクタイまではしなくとも身なりを整えて で、ある程度髪型も整えてね場合によってはお風呂に入ってからこうやって放送を始めるんですけども放送すするるネタも整理してるんですよ私の場合は放送するネタの整理ってのはすごく早くなりましたけどもやっぱりね最初は少なくとも台本とまでいかなくてもどんな話題を提供してオチをどうつけるのか気象転結は決めてから放送に臨みますよねじゃないと脱線したっきり帰ってこなくなったりとか言葉に詰まったりとかなんかわけのわかんないことを繰り返して終わっちゃうんですよ 雑談をしてるわけじゃないですからね。視聴者さんの心をつかむために、あくまでも悩み解決、問題解決の一例をお示ししながら、フィードバックをいただいてるんですよ。フィードバックは何かっていうと、今日の動画良かったですっていうふうなね、メールとかね、そっかじゃなては何なんですかっていうの、なお問い合わせとか、なんですよね。それから、私の動画のタイトルは、これは高い確率で、 フックがかかるようになっていて、例えばね、数週間後とか数ヶ月後にも再生されるような、そんなタイトルを選んでるんですよ。だから適当につけてるわけじゃないんですよね。で、サムネイルにつきましては、その時に見て人が反応するようなものをやってますから、もしかしたら時間が過ぎたら、全く反応に足らないものが出るかもしれません。でも、あくまでも、タイトル優先ですね、私の場合は。あの、そのぐらい自分の動画が、いつでもかつでも、 人の YouTube ログインの上位に出るというふうには思ってないんですよ。あくまでもタイトルで上位に出させるところが優先で、その後にサムネイルに対して人がクリックをするかどうかってことなんですけども、サムネイルが出来が悪くてもタイトルでクリックしてもらえばいいんで、どっちかっていうとやっぱりタイトルにね、重きを置いてますよね。これはね、YouTube で動画を作る際の参考にしてもらいたいと思いますけども、サムネイルはできなくてもタイトルができればもう十分 OK だと、私はそういうふうに思ってここまで来ております。で、 あ,のあくまでも YouTube に出勤するってことなんですけどももう一回整理しますとねネクタイまではしなくとも身なりを整えて放送するネタを整理して視聴者さんの悩みを解決するという高い意識と決意で自分の人生を捧げているかってことなんですよで自分の人生を捧げるんですよ私もこの動画撮ってる時自分の人生の一部をこうやって捧げてるわけですからねつまり時間の切り売りや知識の切り売りをしてるんですよだから時間の切り売りはしたくないよね っていう風な意識もあると思いますけども効率が高まってはいますけども時間の切り売りはやっぱりしてるんですよこの動画を20分で撮れば20分だけ家族と過ごしたい時間ゆっくりと寝たい時間がここに注がれてるわけですからだからせっかくそれをしてるのにそれがね視聴者さんに伝わらないようなこの二重の損みたいなことはしたくないんでですんでね私は強い思いを込めていつもこのメッセージをお送りしております 気になる男シリーズは基本的にタカさんとのやりとりですけどもそうじゃない方も現実見てらっしゃるじゃないですかそしてそこから即果塾の売り上げもやっぱり数件ね発生してるんですよこの23か月即果塾のセールスをしてるわけではないのに即果塾が売れるという現実がこの「気になる男シリーズ」のやりとりであるんですしかも「気になる男シリーズ」のやりとりの中で私は即果塾のセールスはしてないんですよねここがすごく大事ですよでもでもですよ気になって問い合わせをしたくなるような動画を作り続けるってことなんですよ そういう意味で言うと動画1本セールス1回を必ずその中に潜り込ませてるっていうことなんでしょうねきっとね気になってしょうがないような形にしてるんでしょうねはい、えー、そして自分の人生を捧げるかどうかっていうことで言えばその意識はね顔出しをしていてもしていなくても関係ないです出勤してる意識を持っているかってことなんですよだから顔出しはしていないけどもちゃんとヘアスタイルを整えて着るべきものを着て 背景に気を使ってそして自分の台本を意識を込めて提供しているかっていうことには変わらないと思うんですよね一例を申し上げましょうあの苦情処理に対してコールセンターとかテレフォンオペレーターさんっていう仕事があると思うんですけどもこの方たちはね顧客に顔出ししてないでしょ声だけで勝負してますよねでも声だけの出演なんですけども制服を着て発声練習をして休憩時間と勤務時間を守ってマニュアルを熟読して業務にスタートしてるんですよ ね、こういうふうなコールセンターの人に私たちは負けないでいきたいなと思ってます。そのぐらいの高い意識、その程度と言ってもいい、その程度の意識が YouTuber としてあるでしょうかってことがね、まずスタートラインですよね。だから、これじゃあやべえなと思わないといけないんですよ。なぜなら売り上げが上がってないでしょってことなんですよ。だって今日の一本の活動で、今日の売り上げは取んないと。で、前も言いましたけども、どっかでね、これ別の動画のシリーズだったかな。 このネットで稼ぐってことは農耕民族と狩猟民族の掛け合わせハイブリッドなんですよつまりは狩猟民族のように今日の獲物を獲っていくことと農耕民族のように将来の売り上げのために蓄積するものと同時にやってるんですよねフローでもありストックでもあるんですよその重きをどっちに置くかってことになりますけれどもおおむねこの2つがハイブリッドになってる新しい稼ぎ方なんですよ農耕民族と狩猟民族の両方ですよ えー、そしてね、今の暮らしをほぼ変えずに、結果だけ稼ぎたい。そんな都合よくいかないですよ、ね。ずっと10年間やってきた私が言いますけども、YouTube の世界も変化しましたけども、なんか自分の暮らしは変えずにね、自分の暮らしはほとんど今のままで、稼ぎだけ上げたいなと思って、ちょっと暇があったから YouTube の動画上げましたとかね、なんかをやりながら YouTube の動画撮りましたとかね、いやそんなもんで、やっていけないですよ。たまたま当たることはありますし、 こんんな動画ででも稼げるんですよ、再生数が取れるんですよっていうような一例を示すことはありますけどもあくまでこれはメインではなくてそういうものも一部あるってことですからねだから片手間みたいなのがメインになっちゃったりとかね何かのついでに動画をアプロードするのがメインになっちゃったらこれはとてもじゃないけども商品が売れるとは思えないですよね売れるとしたらたまに奇跡で売りますウグイスパンを食べて30万が売れたみたいな動画をね私も何回か話してますけどもそれはたまたまだからこうやって話すんですよ いつもやってるのは根底にある基本的に価値あるコンテンツを問題解決のある動画を一本一本出していくってことその積み重ねがあるからウグイスパンを食べて興味を持った人が別の動画を見ておやってることは真面目じゃんというふうに気づいて問い合わせになるわけですよねウグイスパンを食べた動画だけを見てそれによってっか塾の入塾が決まったりとか商品が売れたりとかってことではないですかねそれはもうお分かりだと思いますけどもだからねこの 今の暮らしをほぼ変えずに結果だけ稼ぎたい。このレベルでは、暮らしはまだまだ先になっちゃいますよ。こんなことでは。うん。なんかその、中学とか高校の頃ね、主には中学の頃の部活を思い出してもらいたいんですけども、駆け出しの頃はどの職業も同じなんですよ。野球部だろうが、サッカー部だろうが、1年生は草むしりとボール磨きなんですよ。ね、まずは小さな勝負に勝ち抜かなければ、レギュラーにはなれないんですよ。 草のをねいかに効率的に綺麗にやるかそして他の人をまとめてリーダーシップを持ってやるかっていうところが評価されてそれが一つの勝利につながってお前ちょっと練習来いよみたいな感じだったりとかレギュラーに抜擢されたりとか実力は試してもらうためにバットを振ってみろボールを蹴ってみろって言われるわけでしょ。ボール磨きもそうですよねあいつがボール磨きするとむちゃくちゃ気持ちよくボール蹴れるなとかね球投げれるなってなるからちゃんと投げるものの気持ち るるものの気持ち分かってるなとこの道具の整備ができるのはまあレギュラーになっても大丈夫だろうっていうふうに思われるわけなんですよでも道具の整備がねいい加減だったらもうプロとしては呼ばれないですよね道具の整理ごときだからそれが出勤前に自分の身なりを整えているかとか準備するものをしてるかってことにもつながるわけなんですよなんかねギリギリやっつけてやるようなそんな YouTuber とてもじゃないけどもうついていけないと思いますんでいつも前倒し2手先3手先やるのがビジネスですからね で今までの暮らしを変えずに収入だけ増やしたいっていうのは発想はどういうことかっていうと不労所得感覚なんですよこれはで権利収入感覚なんですよこんなのは早くなくした方がいいですそんな世界はもっともっと先ですからさまざまなものを積み上げたその結果的に生まれるものなんですよ例えば動画のストックが2万本もう公開されてますよとかねそういうレベルですよでチャンネル登録が1万人出てますよでそういうレベルなんですよそうなると いささかのストックは効いてくるってことなんですけどもそれ以外は全部フローなんですよね YouTube っていうのは基本的にストック型の YouTube というプラットフォームなんですけども意識や行動がレベルが低いと単なるフロー型に落ちぶれちゃうんですよせっかくのストック型の YouTube っていうプラットフォームもねフローになっちゃうんですよやった先から流れていくみたいな感じですだからずっと作業に追われますずっと作業に追われるから楽じゃないんですよだからやめちゃうんですよ でもストック型を意識するとどん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 ストックされて過去の動画もちゃんと売り上げにつながる集客につながるのでどんどんやればやるほど楽になるんですよ。それを毎日実感しないと。やればやるほど楽になってるなと。やればやるほどいろんな人に声をかけてもらえるなとっていうふうになってきたときにそれは自分が身を捧げたとも言えるし高い意識でやってこれたなっていうことにもなるし実際にストック型になってきたなと。YouTube ビジネスを確立したなと言えるわけなんですよ。で、それはね 最初の2年3年ではなかなか訪れないです、そういう時は。まあ、あの、時間だけじゃないんですけどね。まずは今回お話してるのは、どんな意識でやってるかってことなんですよ。その意識が足りなければ、どれだけやっても同じことをずっと繰り返す作業みたいになっちゃいます。1年目にやることも3年目にやることも5年目にやることも全く同じで、報酬もあんまり変わんないよってことになっちゃうんですよねで。YouTube の広告収入で稼ぐなんてのは非現実的ですから、私はね、諦めた方がいいと思うんですよ。やっぱりね、 その再生回数がね、いつも数万回とかね、それがチャンネル登録がね、10万人前後。こうなると広告収入で暮らしていくことはできますけども、そうじゃない限りはとても無理です。私の1万人というね、景色から見て、広告収入ではやっていけませんよ。広告収入だけではね。だから広告収入もやりながらコンテンツも販売するし、その他のビジネスもやったりとかするわけなんですよね。 だから YouTube の広告収入で稼ぐっていうのはチャンネル登録1000人を突破した段階ではとてもいかないです。というかチャンネル登録1000人を突破したからこそがっくりしてやめるきっかけになりますからね。そこも今回警告しておきたいと思います。さあその他まだまだ話は続きたいんですけどももうちょっとでまとめに入っていきましょうかね。YouTuber として稼ぐっていうのは24時間365日寝ずに休まず稼ぐものですよ。最初はねずっとそうやってるわけではないですよ。でも最初から 片手間でやってませんかってててことを今回は一貫ししお伝えしていますますだまだ稼ぎがはっきりと出てない間は YouTuber といえども24時間365日寝ずに休まず稼いでください家族も置き去りにして顧客に尽くす誠意を見せてください何かのついでに隠すとかねあの稼ぐとかねあのこんな意識もいらないですこんな意識では誰もそんな YouTuber さんに自分の大切なお金払いませんよ片手までされちゃうんだと思ったらね だからね、やっぱり YouTuber として一本出ししようと思っても、それなりの苦悩を乗り越えて、視聴者様の暮らしに悩みに寄り添えるようになった時に、圧倒的な信頼を勝ち取って、ああ、この人は自分を家族のように思ってくれてるっていうふうに信じてもらうことができます。そのレベルになった時に YouTuber として伸び伸び稼げるようになるっていうふうなフェーズが訪れるんじゃないかなと思いますよね。まあ、ですんでね、一生懸命売り込まないといけないうちはまだまだなんですよ。 で、一生懸命売り込んで売れないうちっていうのは、まだ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 なんですよ。うん。でも、そういう時期もありますんで、そこをしっかりと整えていく必要があります。そうすると、少しずつ、そのフロー型のビジネスがストック型になっていって、ああ、なるほど。稼ぎやすくなったねっ。これが YouTube なんだっていうふうに思えるようになってきます。最初は YouTuber の何が稼げるんだっていうふうに、ものすごく疑問を持つと思いますよ。なぜなら YouTuber として稼げる人っていうのは、この辺にいるんですよ。 でも、YouTuber として稼ごうかなと思ったら、参入するところはまずは1年生の草むしりなんですよ。草むしりで勝ち残っていって、ボール磨きで勝ち残っていって、声出しは基礎練習とかジョギングで勝ち残っていって、そしてレギュラー争奪戦に勝ち残っていって、レギュラーで勝ち続けて、ね、そして指導者となって、立派になっていけばいくほど稼げる YouTuber にやっと近づけるっていうだけで、YouTube の世界に入って、最初のうちにポンポンポンと稼げたからといって、それが、 実力して定着すするかかどうままだまだ先のことなんですよね逆に言うと少ない視聴者さんに商品を売ってしまえばあとはリピートっていう話になってきますけどもじゃあリピートするべき商品をたくさん作っていますかってことになっちゃうんですよね今度はね。1個商品売ったら売り切り切でもうそのの方には売るものがありませんって状態ねだから商品1個とか2個って全然足りないんで商品を量産することにもやっぱりこれからはあの意識を 持たななけければいけないでしょうねこれはあの YouTuber さん皆さんにねあの今回は意識としてお伝えしてるわけなんですけどもあの何者にもなってない時に何様になったつもりなんですかってことをいまあ、今一度自分に問いかけてみてあそういう人は YouTube の世界ではお呼びじゃないんだなっていうふうに覚悟することが大事でしょうね、えー、じゃあ最終的なまとめになりますまず YouTuber としていえども YouTube といえどもね YouTuber といえども出勤する以上はお家で遊んでいる意識とか暮らしの一部を割いているっていう感覚は排除した方がいいですね 放送の後ろで家族の声が入ったりとか生活音が入らない状態っていうのももちろん必要ですし時にはね家族を置き去りにして稼ぎに特化する瞬間っていうのを見していかないといけないと思うんですよで視聴者さんだけとフェイス2フェイスねで駆け出しの頃はどの職業も同じっていうそういった考えもやっぱ忘れてはいけないかなと修行中に存在になって思い上がらないことっていうことになりますで,で最後の最後の最後にメッセージと伝えますけども YouTube っていうのは世界一の企業でしょ だから世界一の企業に付き合ってもらえるような自分を作らなければ、まあ、出勤し続けることはさすがに難しくなってくるんじゃないかなとそれが多くの方が退場する理由じゃないかなと思うんですよ一流の企業に付き合ってもらえるような自分になっていますかっていうことなんですよね、まあ、そういった高い意識を持って YouTube 活動に取り組んでいけば YouTube が私たちを暮らし暮らさせてくれるっていうんですかねうん その約束をしてくれるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ私は YouTube にすごく救われたなと思いますんで、YouTube に感謝すると同時に、YouTube に認めてもらえるようなね、人間をこれからも自己育成していこうかなっていうところですね。はい、じゃあ以上ですかね。えー、今回ちょっとね、えー、途中、たどたどしいところもありましたけども、YouTuber としての意識についてお話しさせてもらいました。じゃあ残り10話くらいになってきました。もう、 お200話まで目前ですよねそしてたくさんとのライブももうちょっとです是非ね多くの方に来ていただきたいと思いますし今まで YouTuber は自分には無理と思ってた方もそういう気持ちなら YouTuber はできるんだっていうふに気づいてもらいたいかなと思いますえそれではいってらっしゃい